皆さん、こんにちは、こんばんは、れいこです。えーと、今日は、実は友人から、えっ、ー、と、ダイソーのものを送ってきてくれたので、ちょっとそれをご紹介したいと思います。まあ、友人、私のお友達もきっと、この動画を見てくれてると思うんで、その方、ちょっとは、はえー、出すのって恥ずかしいかもしれないんですけど、お許しくださいませ。はい。えーと、 送っていただいたのは、まあ、いつもね、あのー、この友人は、あのー、ダイソーが近くにあって、セリアとチャンドゥーがないっていうことなんですね。で、私は、ダイソーがなくて、セリアとチャンドゥーがあるってことで、今、ま、あ、お互い友達になって、お互い交換し合って、まあ、ね、こう、お互いの交換でね、それで、まあ、あのー、お互いの、あのー、 やりとりをね、してるんですけど、まあ、それも兼ねて、動画でいろんな話をしてるんですけど、はい、えー、今日はその、えっ、ー、と、送ってきていただいたものを、ちょっとご紹介したいと思います。えっ、ー、と、以前も、えっ、ー、と、まず、えっ、ー、と、以前、私が買った、えー、こちら、パステルです。 えっとね、以前のものと同じなのか、中身がちょっと違ってるのか、わかんないんですけど、このね、ケースが変わったので、すごく可愛いケースになったので、ちょっとね、あの、買ってきてもらいました。はい。はい。えっ、ー、と、次にですね、えっ、ー、と、 次に、えっと、私が、えー、欲しかったもの。こちら。ガラスペイント。で、ガラスペイントは、えっ、ー、とー、すごく、あのー、便利なやり方とかもあるので、こちらを、えっ、ー、と、こいつを青ぶ、白、赤かな 赤いですね、でも実際なんかピンクと水色って感じがするんですけどえーとそれとこちらブラックを2本頼みになったはいえーとそれとですねはいえーまあ、あの今回はねあのあ、今実は UV レディンやってたんですけどあのハロウィンのね シーコンモードを送ってきてくれて、今、こちら作ってるんですけど、ちょっとね、明日ね、もう一回動画にて、あのー、あの、動画アップしたいと思います。はい。で、このシーコンモードが届きました。私、ハィンのモールドは1個も持っていなかったのですごく嬉しかったです。まあね、あのー、まあ、UV レジン、まあ、このね、 え、やってきて、まあ、2年ぐらいになるのかな ?2 年半かなえっ、ー、と、なんですけど、実はね、あのー、まあ、まあ前の動画でも、あのーお、お伝えしてると思うんですが、実は、ハロウィンの10月31日って、キの命日なんですね。で、えー、どうしてもね、ハロウィンっていうよりも、キの命日の方が、 あの、頭が強くって、ま、ああのー、まあ、ハロウィンのものはちょっともう、作らないようにしろって決めてたんですね。でもね、あのー、ね、やっぱり、ハロウィンのものを作ってほしいっていう方もいらしたんですよ。で、あのー、ま、あね、せっかくそのね、友達もこういうものを送ってくれたし、ま、あね、 父のメンチも忘れてはいいけけないんですけどやっぱりね、楽しいハロウィンっていうのもね、あのした方がいいなと思って、今年からハロウィンもやるようにしました。はい。で、今実は作ってるんですけど、ちょっとね、あの、これ試しに今作ってるんですけど試しって言ってもこれ 2, 2回目なんですけど、この絵をなんかこのまんまでじゃなくって、もうちょっと、 2つ合わせて立体感が合うといいなと思って今1個目できたところではい、えーまあコゴモールドとあとなんだっけえー、とあと何を送ってくれたんだとえあ,あと,、えー、とちょっと今ここにもうしまっちゃったんで出せないんですけどネイルシールを1枚とあとこちらえー、とデザインフィルム。 ペーパー、こと、レジンフィルムペーパー。これお花すごい綺麗。可愛いありがとうございます。いや、ほんと可愛いそれとこちら、すごい金、金っていうかなんかピンクゴールドみたいな色の、なんかハートとか、なんですけど、これも可愛い。 こういうのとかもね、あのー、ハイヒールに絶対使っちゃうと思います。<laughs> はい、えーとー、はい、今月とですね、えーと、いや、もうね、今ね、届くよっていう、聞いてたんですけど、実は私寝てたんで、母がね、取って、あの、代わりに出てくれたんですけど、予備し 郵便屋さんが来て、代わりにと、受け取ってくれたんで、私も午前中寝てるのでね。はい、えーとー、今日はそんな感じかな。あ、そうだ。ま、あ、ごめんなさい。今ね、封鎖とかなってますね。あと、そうだ、これ、このビーズ、このビーズ私好きなので、 すごくありがたいです。ブルー系のビューズが大好きなの。ありがとうね。だと、こちら、カラワク、カラワク嬉しい。なかなかね、ないんですよ。<laughs> セリアとね、最近セリアもね、全然ないんですよ。カラワとか。前はね、おしゃれなカ,ワカラワとか、 可愛い系とか、いっぱいあったんですけど、今作ってないんですかね。なので、えっ、ー、と、あまりね、まあ、そういう友達も、カ枠が欲しいってことで、えっ、ー、と、見に行ったんですけど、ほんとね、キャンルーにね、えっとね、あの、猫とかね、なんかヨットとかはあるんですけど、 前ね、最初にね、売ってた、可愛いカラーとかが、もう全然ないんですよ。でね、あまりにね、ちょっとね、カラー枠がなさすぎて可哀想だなと思ったので、私の、えっ、ー、と、大量に買ったドレスを、少し、えっ、ー、と、少しだけど、それとあとそだ。これも送りました。クラフトベース。はい、これも送ったし、 ですねはいえーとまあそんな感じでお互いねあの何、ー、て言うんだお金がねどのぐらいかかってるか正直わかんないですけどあのー、お互いのお金でお互いのものを買ってそれであのねっていうしようかなと思ってで本当 僕も、うん、いいの、いいの、って、ほと言ってくださるので、まあ、あのー、まあ、でもね、あの、なるべくね、なんかあの、いいものを見つけた、見つけたときはね、ぜひぜひ、あの、彼女の分も買っておこうって思いましたね。で、今回はね、あの、彼女にね、ぜひおすすめしたのが、雨メなんですよ、セリアの。で、まあ、あの、セリアのラメが、すごいキラキラ光るので、 はい。ということで、今回は友達の、えー、送ってきていただいた、えぇ、ー、ダイソーの商品でした。はい。あ、ちょっとね、実はね、このダイソーも、ね、カボセン作ってるんですけど、実はこれ2回目で、これ作ったんですよ。<laughs> 一回作ったら、ちょっと顔がわかんなくて、 いや顔どんな顔だったっちと思ってなんかニコちゃんマークの <laughs> ちょっとこれどどんな顔これ <laughs> まあねもう一回ちょっとね今回これ作ってあの2個作ってね貼り合わせたいなと思ってますでえっ、ー、と貼り合わせて、まあ、ちょっと立体感を作ってもう一回あの顔どんな顔だったか もう一回研究して、あの、したいと思います。はい。今日の動画は以上になります。よかったよと思ってくれた方グッドボタン、チャンネル登録もしてくれると嬉しいです。まあ、私はね、毎回毎回、まあ UV レジン材料、えー、作ったり、材料紹介したり、えー、たまーにバンちゃんをご紹介したり、えー、動画アップしてますが、本当に皆さんが見てくれて、あのー、っていうのが、本当に、 嬉しいんです。あの、一人でもね、見てくれる方がいるっていうのが、本当に嬉しくって、あの、私もね、今、あの、こういう、まあ、体で、なかなか外に出て行くのが、難しい中で、家の中でしかこうね、できない状況にだんだんちょっとなってきているので、そんな中で、その動画を通じてね、あのー、 ああ、今日は何人見てくれた嬉しいって、すごく、あのー毎、毎日毎日興奮しております。はい、えー、今日の動画は以上です。はい、それでは次回の動画まで。またねー。